皆さんこんにちは、あずです。今回は100均でアリエル風カチューシャストラップを作っていきます。今回使うのはセリアで買ったカチューシャストラップ、セリアで買ったブレードリボン、セリアで買ったフリルテープ、ダイソーで買ったフリルテープ、セリアで買ったキーホルダー、他にグルーガン、ライター、ハサミを使っていきます。まずカチューシャストラップを開いていきます。次にフリルテープを使っていきます。フリルテープをカチューシャストラップの長さに合わせ切っていきます。2本同じ長さにカットします。カットしたらフリルテープの両端をライターで炙り端処理していきます。グルーガンを使いフリルテープをカチューシャストラップにつけていきます。フリルテープを2本接着したら、次はブレードリボンを使います。ブレードリボンの両端もライターで炙り、端処理をします。フリルテープの上にブレードリボンを接着していきます。ブレードリボンが貼れたらストラップを元に戻します。次にセリアで見つけたアリエル風のキーホルダーを使っていきます。とシャカシャカと音が鳴るのでとっても可愛いです。キーリングを外しカチューシャストラップにつけていきます。つけたら完成。簡単に作れるので、ぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。